島第一原発の汚染水が海に流出していた問題で、全国漁業協同組合連合会の会長らが東京電力に抗議しました。今回の事態はですね、裏切り行為で、私は強く怒りを覚えております。全漁連と福島、宮城、茨城3県の代表者は、汚染水流出の早期の防止対策と海域モニタリングの徹底を東京電力に強く求めました。東電の広瀬社長は、地元に迷惑をかけたとして謝罪するとともに、対策を講じると説明しました。海に漏れないような対策を早急にですね、進めていくと、少しでもご安心いただけるような対策をとにかく徹底してやっていくと。